日本文化の隠された秘密、ミニアルバム、のー・オー・リングが明かす驚きの真実。今日はとてもエキサイティングなニュースがあります。そう、それは新しいミニアルバム、のー・オー・リングのジャケット写真と購入特典が公開されたことです。この素晴らしいお知らせを受け、私はただただ興奮しています。このアルバムを待ち望んでいたファンの皆さんも同じでしょうね。 まず、ジャケット写真についてお話しましょう。和のテイストが感じられ、少し忍びっぽい衣装に身を包んだアーティストたちの姿が目に浮かびます。日本を感じられるその雰囲気は、本当に素敵ですね。和の要素が随所に散りばめられたこのジャケット写真から、アルバムのコンセプトや音楽の世界観が垣間見えるようです。これは本当に楽しみで仕方がありません。 そして、何と言ってもアルバムの一曲目が、ボン、だということに驚きますね。これは本当に素晴らしいニュースです。ファンの間で予想されていた曲目とは異なる選択ですが、その新鮮さと期待感は計り知れません。この曲がどのような魅力を持っているのか、どのようなメッセージを伝えてくれるのか、今から楽しみで仕方ありません。さらに、 購入特典も公開されましたね。これまでの情報を見る限り、ファンを喜ばせる内容になっているようです。アルバムを購入することで手に入る特典は、ますますこのアルバムを手に入れたくなるものばかりです。そして、発売日は2024年5月27日です。まだ少し先ですが、この日が待ち遠しいですね。 ファンの皆さんはきっと早くこのアルバムを手に入れて、アーティストたちの新たな音楽に耳を傾けたいと思っていることでしょう。最後に、アルバムに対する期待と興奮は高まるばかりです。和のテイストを前面に押し出したジャケット写真や新曲、ボン、そして購入特典など、ファンを楽しませる要素がたくさん詰まったこのアルバムは、きっと素晴らしいものになるでしょう。 発売が待ち遠しいですね。それでは、このミニアルバム、ノー・オー・リングの発売を心待ちにしつつ、新たな情報が入り次第、皆さんと共有していきたいと思います。お楽しみに。購入予定の方や興味を持たれた方、どのようなジャンルの音楽が好きで、このアルバムにどのような期待を寄せているのか、ぜひコメントでシェアしてください。アルバム、 の、お、リングのミニアルバムジャケットと購入特典が公開されました。この衣装は日本の伝統的なスタイルにインスパイアされていて、その雰囲気が素晴らしいですね。日本文化を感じさせる要素がたくさん詰まっています。このアルバムはジャパン日本の旗のような感じで非常にこだわりを持って作られています。特に1曲目のボンは ファンにとっては絶対に見逃せない楽曲でしょう。これほどの期待感はまさに当たり前ですね。アルバムの発売が待ち遠しい気持ちでいっぱいです。和風のテイストが随所に見られ、その度に楽しみが膨らんできます。5月27日が本当に待ち遠しいですね。ジャケット写真もかっこよくて、発売がますます楽しみになります。 特にブルーのジャケットは新鮮で、ファンにとっては嬉しい驚きです。そして、和風の衣装も素晴らしく、メンバーたちがとても魅力的に見えます。アルバムの楽曲もどんな内容になるのか、非常に楽しみですね。もちろん、早速予約しました。このアルバムを通じて、日本の文化や風景を感じることができるのは素晴らしいことです。 メンバーたちの衣装も和風で本当に素敵ですね。発売日が待ち遠しいです。予約しているので届くのがますます楽しみです。次々と公開される情報にますます興奮が高まっています。このアルバムは和風のテイストが最高です。ジャケット写真もとても素敵でファンにとっては嬉しい驚きですね。発売が待ち遠しいです。 予約しているので、早く手元に届くのが待ち遠しいです。どんな音楽が聴けるのか、本当に楽しみです。このアルバムを聴くことで、和風の雰囲気を存分に味わうことができそうです。メンバーたちも本当にかっこよく、ファンとしては興奮が止まりません。そして、毎回予想を超えるような素晴らしいアルバムを届けてくれることに感謝しています。 ジャケット写真も最高で本当に楽しみです。アルバムの発売が待ち遠しいですね。和風のテイストがブレずにファンを魅了してくれることでしょう。予約しているので早く手元に届くのが待ち遠しいです。このアルバムは和風の雰囲気が最高です。ファンにとっては本当に素敵な驚きですね。楽しみにしています。 予約しているので、早く手元に届くのが待ち遠しいです。どんな音楽が聴けるのか、本当に楽しみです。